やることがまだ残ってる。ミラキュラスレディーバグ&シャノワールディズニーチャンネル、あのワクワクをもう一度、イベント最高最高、みんなの熱い思いに応えて、開局20周年イベントマジカルワールドオブディズニーチャンネル追加開催決定、イエーイ。8月会場は東京と金沢、入場無料、事前抽選の予約制、7月から申し込みスタート、詳細は公式サイトで。鏡は僕の生涯の恋人です。クライマックス直前の急展開、アドリアン、7月衝撃の真実が、やめろ、ディズニーチャンネルで明らかに。まさかこれって、どうして僕こんなに舞い上がってるんだろう。29日土曜日はファンタジーな映画がたっぷり楽しめる。私もすごくワクワクしてるの。詳しく説明いたしましょう。ラプンツェル新しい冒険や、なんてまた伸びたの、驚いた、アナと雪の女王の短編映画、すごい、ティンカーベル誕生のお話、新しい仲間ができました。最後はみんなおいで、行くぞ、ピーターパン、ピーターパンと一緒に夢と魔法の世界へ冒険に出かけよう。あれすごい、ネバーランドへ。ディズニーチャンネルファンタジームービー、29日土曜日昼3時30分から夜8時まで。ディズニーの名曲が輝くディズニーオンクラシックが毎月登場。29日土曜日は大迫力のパイレーツオブカリビアンやリトルマーメイドの世界が楽しめます。ディズニーオンクラシック魔法の夜の音楽会2013、29日土曜日夜8時。またまた始まるよ、ミラキュラスレディーバグ&シャノワールディズニーチャンネル、まだまだ続くよ、ミラキュラスレディーバグ&シャノワールディズニーチャンネル。ディズニーチャンネルムービー、おはよう、あのシュレックがお前さんに頼みたい、今度は王様に、俺に一国の王なんて務まらへん、私がこの国を治めます。逃げて、前代未聞のお世継ぎ騒動、君は新国王や、悪役たちが大暴れ、次の国王は誰だ。シュレック3、21日金曜日夜7時30分、ディズニーチャンネルムービー。6月26日はさあ何の日かな。そう、626はスティッチの日。惑星戦争が起きてるってこと？そんな、お願いです、スティッチ、その力と才能を我々に貸してくれませんか。スティッチが大宇宙の彼方でスティッチを待っていたものはあまりに巨大な陰謀。久しぶりだな、試作品6265、頼むぞスティッチ、砂の惑星と地球を救え。地球はドッカーンだ、スティッチは宇宙一強いんだよ、この星を吹き飛ばしたいのか。だから約束して、スティッチ、スティッチ今だ、無事に帰ってくるって、スティッチ、スティッチと砂の惑星、26日水曜日夕方5時30分、ディズニーチャンネル。あなたはアバロン王国を守ることを誓いますか。誓います。王国の平和はエレナにお任せ。命がけのすごい冒険に行くんだ。プリンセスなのに行儀が悪い。さあ行くわよ。大変だ、モンスターに悪い魔法使い、この不思議な世界で。早く逃げて、あなたを守るのが僕の仕事だ。みんなを守るのが私の仕事なの。勇気を武器にエレナ、プリンセスは立ち向かう。いつか立派な女王になりたい。面白くなりそうだな。アバローのプリンセスエレナ、月曜日から金曜日昼3時、ディズニーチャンネル。こんにちは、私はベイマックス。あのベイマックスが帰ってきた。今度の冒険はベイマックスダンスモードだ。
ノリノリノー。ロボットがダンス？はちゃめちゃ。間違っているようです。そしてプニプニ。楽しいですか？あっと、熱いです。こんな調子で世界は守れるの？私が止めます。ベイマックスザ・シリーズ、月曜日から金曜日夕方4時、ディズニーチャンネル。またまた始まるよ、ミラキュラスレディーバグ&シャノワール、ディズニーチャンネル。あ、マイレディ、君とは違う作戦でやってみてもいいかな。見てて。アナンシーストームウェザー、レディーファイト。サイクロン、うわっ、うわっ。